ですね、今日は8年ぶりの現役復帰戦ということで一発目のバトルです。今の心境っていうのは、緊張してるかしてないかって言ったら、まあ、あんまり今のところはしてないかな。8年ぶりで久しぶりやけど、多分ね、本番前になったらかなり緊張するのかな。8年ぶりのこの現役復帰っていうのは、今回一緒に出るメンバーっていうのもね、自分ダンス始めた時に初めてチームを作りたいと思って声かけた2人なんですよ。俺が16、15、16の時に声かけて、で始めたチームが今ではめちゃくちゃ有名なチームになって、その元になったその2人と今日は出るっていう、それがキューブっていうチームなんです。これは結構このチームは意味深いんです。僕の中でこのチームがなければ今の全てがないから、 YouTube も多分やってないし、でもそれぐらいこう自分の人生を大きく変えてくれたきっかけになったのがこのキューブっていうチームなんで、意味深いですよ。結成したのがだからかなり前ですね。で今も僕以外の2人は現役でやっていて、僕は、いろんな活動をしながらまた再復帰っていうことで、今日は一日結構疲れると思うから、しっかりいろいろ栄養になるサプリメント、体力が多分かなり奪われるから、まあその体力の奪われるのをちょっと軽減するためにずっと飲んでる。これイエーバイタスイエー、はい、まあ、こういうのをいろいろ入れながら、僕のこのエナジードリンクです、はい、レッドブルみたいな。門前仲町に向かってます、門前仲町での大会ということで、天気はあいにくでございます。あんまりハッピーじゃないけど、でそろそろ、会場に着くところで、今回のこのバトルはどういう風な、形式で、どういう風にして、まあ、このイベントが成り立つのかっていうと、トーナメント式でまずは予選っていうのがあって、4チームがゲストチームで12チームが、予選、今日確か5、60チームあるんで、その中から12チーム選ばれて16で、バトルやって、で8で4決勝っていう感じですね。心配なのは今日唯一まだ1個ね、ムーブが、もし決勝まで行ったとしたらムーブがね、俺的に1個足りてないんですよ。これが問題。まあ決勝まで行けるかどうかわからへんけど、行けるとして考えてるんで、1つだけムーブ足りてなくて、それだけが心配で、ちょっと唯一の悩み事はそこかな今日。ファイタス、はい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 、おはようございます。Good to see you again. Oh my god, I was so excited to see you. Oh man, it's crazy. うちのもう一人のチームメイトがいてるんで、ちょっと挨拶します。龍馬くんですね。ありがとう、来てくれて。元気？元気元気。ボディブリ。この3人、俺ら年一緒で、初めてのちゃんと紹介やね。俺のチャンネルでは。確かに。かもね。うん。確かに。一切もう出したこともない。これが原点ですわ。そう、これがなければ俺これやってないから、それぐらい、まあ彼らと始めたところからいろいろ経てモータルコンバットになってね、でまだ現役ですからこっちは、はい、俺はもう一回ちょっとこうフェードアウトしたけど、で戻ってきて、お帰りなさい。俺自身が8年ぶりのバトルで、で元々のチームメイトと8年ぶりどうなるっていうわけで、はい、そうなんですよね。交互期待ですね。本当に予選上がろう。まずは第一目標予選が頑張ります。まずはそこ。どんな感じ？初めて。うまい。うまい。普通にめっちゃうまい。あんま飲めへんじゃん普段。一時期飲んでたけど、もう3日坊主やな。これやったらいけそうでしょ。うん、美味しい。イベントです。はい、ありがとうございます。はい、ビーの。はい、どうも。ビッグフェン。ビッグフェンのミ。Yeah man, I see you YouTube. Are you really? Yeah man. Wow. Yeah, nice to meet you. Yeah.とりあえずめちゃくちゃ狭いから、一応予選はこの狭い会場で2サークルでやるみたいで、まあ提供されているその空間をいかにこう支配できるかっていうのが、まあ僕らの役割なんで、頑張ります。それですね。人がめっちゃ多い。とりあえず暑い。はい、ということで、では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 もうやりましょうか。来てください。この場から、はい、そろそろ始まります。まだまだ
こんな感じでちょっとビーボイっぽくなりました、はい、とりあえずこれから予選で、その今ルール説明とかを今 MC がしていてそろそろ始まります。頑張ってください。もう見た目はビーボイやけど応援に来てくれました。頑張ります。頑張ります、はい。あともうちょっとやから。めちゃめちゃ楽しみにしてるんで。ね、はい、初めてのブレイクダンスの大会。初めてです。本気モードする今日は。今日本気本気。ちょっとね、明るい。一回出てきました。何言っても聞こえへんからもうあそこの中うるさすぎて。ダンスのことあんま知らない人はまあ全然いけるでしょうって感じで見てると思うけど、俺が普段この YouTube 向けにやってるような突談みたいなダンスっていうのは結構簡単なやつです。はい、もうダンサーから見たらすぐ分かると思うねんけど、公向けの派手なちょっと分かりやすい感じでも、まあこういうバトルに来るともっとテクニカルでもっとね繊細なんですよ。評価されるから、それがだから普段やってるような動きをそのままやったら勝てないです。全く今日のバトル予選すら多分上がんないんで、そこがね普段と全然違うところも見どころ、はい、だから普段見てるダンスとはちょっと今回は全然違います、はい、だからそこをね見てほしい。難易度高いから、わあすごい雰囲気あるとこやなこれ。今日はとりあえずそこのところがまあ見もの、普段多分このまあチャンネルで見せたことないような動きしか多分出てこないんで、うん、あとはね床がちょっと滑るっていうのがちょっと不安かな。もう床が滑ると僕は何もできないんでそこが不安。まああとは、ね、そんな広くないんで予選はまあそこの空間をいかにこう支配できるかっていうところもあるんで、まあとりあえず怪我しないようにアップが全くできないんで、今回ストレッチだけアップできずにがっつり回るの結構怖いんで、ちょっとそこの心配があるけど、まあとりあえず頑張ります。次が出番です、はい、なので頑張ります、はい、ちょっとずつ緊張してきた。どうですか、すごいよ。ヒュー頑張っていきたいと思います。いいかな、はい、いいかな、じゃあ行っちゃいますか。行きましょう。よし、 DJT トップトピー。せこい。 Yo。 Yes, yes。 さあ、日差しは柔らかい。初めてあんな終わり方した。
最悪な終わり方したね。結果わかんないです、まだ。結果いってる。まだまだ、まだまだ、あと1時間後くらい。16の、発表があります。はい、とりあえず次何するかは決めてません。相手によって変わるんで。 DRTG、 はい、あ、もう始まってますね。ジャンルおー、なるほど。スイング早稲田、これ12チームに呼ばれてるんで、呼ばれてるんで、はい、ジャミ満足、早い早い、スイングフォースプラスルー、まだ呼ばれてる。何番目か分からへんの、これだ、こんな言い方やったら。続きまして、スモークゼンオール、スモークゼンオール、そしてチュー、ふぅー、呼ばれました。たぶん6バトル目ですね、たぶん6バトル目。今対戦相手のリサーチ中、誰か分からへんか。それじゃあこれ誰か分からへんか。めっちゃバベロン系で一人。バベロン系。ありがとうございます。気楽そう。じゃあ終わったから。終わり。ベスト16が始まりました。
ですから、言うても、まあ、チームメートがいて自分なんで、まあ、3人ということで3人の力を合わせてということだったんですけど、まあやっぱ8年ぶりに出る野郎が、現役でバリバリやってる B ボーイ B ガールの中で優勝を狙いに行くっていうのは正直そんな軽くない、そんなに簡単じゃないって分かって、もちろんこの業界僕長いからそんな軽い気持ちというかそんな意気込みでは言ってませんでした。ただ負けたら悔しいな。なんかねずっとモヤモヤしてて、イベント終わってからてか、まあバトル終わってからか、負けてから、まあやっぱりなんか、引きずるこの感じ、久しぶり負けてめっちゃ悔しいっていう、それにあの時気づいてなかった。なんでかなんかモヤモヤしてるなって、悔しい感じがあったのに悔しいって言葉が出なくて、なんかちょっと冷静になってみるとめっちゃ悔しいんやと思って、この感覚をずっと忘れていたから結構食らいますね。で、負けてまあ悔しい理由はまず一つ、負ける相手じゃなかったっていうこれも正直に言うけど、もうあの普通っていうか、まあバリバリやってたら負けるような相手ではなかったんですよ。なんか負けてこれ言うのもあれやけど、だから悔しいっていうのもあるかも。で、まああのこれ余談なんですけど、これ勝ち上がってたら、あともう 1,2 バトル勝ち上がってたら自分の教え子とかとバトルできたんですよ。はい。で、僕とメンバーの各、はいはい、おはようございます、の教え子がいてるチームがね、優勝したんですけど、その日のイベントで。で、自分の教え子をね、各の教え子がそのチームにいてるんですよ。まだ若いんですよ、彼らは。そことバトルしたかったんですよ。でもね、早めに負けちゃったからできへんかったっていうのもあるんですけど、まあちょっとそこの悔しさもあるし、今回一番何を一番、まあこの負けをというか、この今回の参戦で、今回現役復帰で一番学んだことというか、一番痛感したことっていうのは、8年間のブランクを一番感じた瞬間っていう、いうのは、バトルモードに一度も入らずにバトルが終わったってことですね。なんか、バトルモードってどういうことかっていうと、まあ例えば、まあ喧嘩とかって言ったら一番わかりやすいかな。こう、勝って人がなった時にモードに入るじゃないですか。イラってきた時に、もう自信が出てくるじゃないですか。自分の言葉に対して、何言うにしても怒ってる時ってね、もちろん、思ってるから、こう、モードに入るわけですよ。で、ダンスっていうのも、なんか、それがついにあって、バトルっていう言葉の通り、一歩踏み出す瞬間にこう、モードに入るんですよ。現役でやってる時ってね、やっぱ一歩自分が踏み出した瞬間とか、舞台に上がる時には、モードに入ってるんですよ。だから、なんかね、緊張もなければ、その空気感を楽しんだりとか、相手に対して挑発ができたりとか、すごいね、バトルモードになるんです。それが一切入らなくて、ふわふわしてて。で、一番最初の時もそう、2回目のバトルもそう、モードに一切入らなくて、で、終わりました。だから、正直ムーブが一つも気持ちよくなくて、バトルでなくても、こう、パフォーマンスで、まあ、最近やったらなんか突然とか言ってね、お客さんの前でたまにこう、踊る瞬間があったんですけど、あれはあれ、あのモードに入るんですよ。別にバトルじゃなくても、こう、パフォーマンスで盛り上げるぞっていうね、モードに入るんですけど、それすら入らんくて、スカスカで中が、やべえって、なんか変な感じがして、ずっと。で、まあ、ちょっと、すべて終えて感じたのは、バトルモードに全く入れなかった。んで、ずっとね、それを感じてから、他のね、人のこう、バトルをずっと見てって、みんなの表情とか雰囲気とか、自分のチームメイトも含めそうなんですけど、やっぱりずっとやってる人はね、そこのモードの切り替えがいい。すごい。すげえなって思った。初めてこんなこと思った。ずっとダンスやってたら、そんなこと考えもせんかったけど、あのモードに入ることが今までできたのに、8年やっぱやってないと、正直動けるんですよ。今の体ってまだ。結構難しいこともできるし、ただ、そこ、バトルっていうところで言うと、本当に8年、9年、全く何もしないから、もう本当にド素人に戻ってて、体だけ動ける素人のダンサーが出たみたいな感覚。いや、気持ち悪かった。だから初っ端のああいうわけわからん終わり方したんですよ。20年やっててダンス人生初めてあんな中途半端の終わり方したのは、ああなったとしてももう一回ムーブに入ってしっかりダンスで終わらすのが普通なんですけど、あれはあの終わり方ないね。これ言いながらあれやけど、一応ね、でも予選1位通過やったんですよ、僕ら、まあ、B サークルのねっていう、情報だけはいただきました。とりあえず、まあ、そこだけは、やってることが、まあ、良かったんでしょうね、内容的に。まあ、それで聞けて良かったなと思ったけど、まあ、もう、まあ、とりあえず、終えまして。で、まあ、久々に会う人たち、僕はもう、ダンスのイベントすら行ってなかったんで、8年と言いながら、9年ぐらいも経つんですけど、もう、バトルしてない期間で言うと。で、まあ、だから、会うことがなくて、僕、ダンサーに普段。こんだけダンスやってたのに。だから本当に久々に会う人もすごく多くて、で、自分の教え子もたくさん来て、で、それこそ知り合いの方もたくさん応援に来てくれて、そんな中、もっと踊りたかった。
っていう悔しさがまああるっていうのもまた別の悔しさの一つかな。初戦で負けてよかったけど、ただ勝てる相手にねっていうのもあるし、じゃあ、まあ、まあこの話はもういいわ、あのじゃあ今後お前どうすんねんってことやねんけど、あのいやこれでは終わりませんよ。もうせっかくここまでこの、まあ、この大会にめがけてずっと練習してきましたし、まあ、ずっとって現役に比べたらまあ何回もいいけど、詰めた練習は僕できないんで腰が痛くなってしまうんで、まあでもここに気持ち合わせて相当こうどういう風にしたらいいかってめちゃめちゃ考えながら頭をすごい使ってきたし、久々にこの感覚味わってる。でこれで終わったらもう一生戻れないっても分かってるんで、ここまで体戻してきて気持ち戻してきたのに終われないんで、これから大会また挑戦します。まあ次どの大会ってまだ今の時点では決まってませんけど、あのメンバーも言ってますけど、あのまた続けますと、はい、僕はちょっとなんで、まあアーティスト名っていうのは僕はテサーなんですけど、もう B ボーイバトル、まあ、ブレイクダンスやる時の B ボーイっていうのは B ボーイヨッシーっていうのが、まあ、僕の今までのニックネームなんですね。あんまり好きな名前ではないんですけど、それでもまあ一応ね、あのその形でちょっとこれからも活動します。はい、なんでまたその進捗があれば、あのまた見てみたいっていう人がいればまたカメラ回しますけど、まあ、そうでなければ別にいいかなっていう、まあ、ちょっと個人的にやりたい、別にこの YouTube ためにやってるわけじゃないんで、これはもう見たい人がいたら また回しますけど、まあ、そうでなければちょっとひそひそとちょっともう一回やろうかなと思ってます。ちょっと負けんのやっぱ悔しい、これに気づいた、うん、負けたくねえ、やっぱ負けず嫌いなんだなってすげえ思いました今回、うん、改めて。でちょっと最後、一番最後にめちゃくちゃ偉そうなことをちょっと一回言っとこうかな。久々にこうやってあの間近に B ボーイ B ガールを目の前に、まあ、バトルをもして、あのこの空間に、ああいう空間にまた入ったけど、8年間9年間のシーンってまあめっちゃ上がってるわけですよ。レベルっていうのは世界的に見たらもう とてつもないレベルで、上手い人はもう異常なぐらい、もうそのレベルっていうのはもうちょっと考えられないぐらい高いんですけど、でもあえてバトルに参加して思ったのは、全然いけると思いました。自分でも。まだ。正直。やってることは、上位クラスでまだ入れる自信がある。自分の身体能力っていうのは、あの自分で分かってるんで、過大評価するつもりも全くなくて、冷静に見て、全然、動きのレベルで言ったら、あそこも全然上位に入れる。今でも入れる。これからでも入れるって正直思った。そこはちょっと自信ついたかも。ああ、全くあかんなってことなかったかな。体もすげえ動くようになってきたっていうのもありますし、意外と衰えてないっていうところ。まあ、できないこととかもね、腕の怪我があってあるんですけど、まあ、それを差し引いても、ああ、全然、今の若手に負けないなって思いました。負ける部分は体力、体力は今本当にない、うん、あとはやっぱりバトル慣れっていうのをしてなさすぎて、そこど素人なんで、そこはもうね天と地の差があるから、バトル慣れをするためにはバトル出ていかないとここ埋めれないんで、身体能力とかすごい難しいこととかっていうのは正直そのレベルで言ったら、あ、全然戦えるし、まだ世界に出れるなって思ったんで、まあ、どこまで僕やれるかわかんないんですけど、もうただのダンサーじゃなくていろんなことやってるから、自分のね会社事業もあるし、まあ、YouTube っていう活動も一つもちろんありますし、まあ、どこまでできるかわからんけど、こんな大口叩きながらイベント出へんくなってもあれだし、まあ、イベント出てもめっちゃしょぼかったらもうものすごくダサいんで、なんで、まあ、はい、こんな感じで、ちょっと本音も言いつつ、まあ、本音ですけど、全部、基本僕喋ること全部本音なんで、はい、全然いけると思った、はい、ただこれじゃ今のままじゃ無理、ちょっと素人感覚あるんで頑張っていきます。皆さん、あの、まあ、ダンスとか全く興味ない人とか、もうわけわからない人いっぱいいてると思うんですけど、まあ、ダンスとかは正直ね、あのダンスはまあいいんですよ。別にもうこれ別に見したいとかって見してるわけじゃなくて、最後の最後にこれちょっと言っとくとしたら、なぜこれをまあ見せてるかっていうと、まあ、長年やってきたダンスずっと離れていて、またこう復活するっていう、まあ、体重まあ15キロも重たく、まあ、8年間もほぼ踊ってない状態で戻るってなかなかしんどいんですけど、年齢も重ねてますし、でも頑張ることによってしたいことでできるんだっていうところは、なんか口ではいくらでも言えるんですけど、まあ実際をまあやれよというところで、自分が経験したことを、まあちょっとこういった映像っていうツールが僕にはあるから、これやることで、ああなんか俺私って思ってもらえたら嬉しいなって。過去にやってたこととか、これからやろうとしてること、やりゃできるっていうね。まあ努力はいりますよ。それはもう、ちょっと根性もいるし、本気モードちょっと入らないと。でもモード入れるの自分次第なんで、結構でもやりゃできるっていうところ、人生一回なんで、あの時やってきゃよかったなって言っちゃ言いたくないから、だからやってるんですけど、だからやりゃできるでっていうところを証明したくて、こうやって撮ってるんですけど、別にダンスは見したくないんですよ。僕もダンスとかもどうでもいいんですよ。その YouTube に関して。だから YouTube 始めた時、ダンサーってことを一切隠しながら2年間やってきましたから、なんでドバイに住んでるかも誰にも言わずにやってきましたから、ダンサーっていうね、
職業で住んでたんですけど、そんなことも一切隠して、だから名前も全部伏せて、職業も伏せてやってたんですよ。だからあんまダンスは見せたくなかったんです。もうそもそも YouTube で。でも、まあまあもういいかなと、そういうあのわがままなところは、もうわがままなんで、もうなんか、見えっ張りに見えるのがすごい嫌いなんで、そういうところは全部排除してたんですけど、まあいろんなことがあった中で、まあ自分のダンスも、まあちょこちょこ見せる機会も増えて、まあもうほぼほぼ僕ダンスっていうのは多分この視聴者のこと知ってるんで、今まで7年で次8年目になるんですけど、YouTube。ダンスのイベントに持っていたのはこれ初めてです。はい、自分のチームメイトの名前とか言ったのも、あの紹介したのも今回初めてなんですよ、実は。あんだけもう20年近く一緒にやってきてるチームメイトの、ああいう紹介するのも、実は初めてなんですよ、今回。それぐらい、こう、切り分けてたんですよ、YouTube とダンスって。それももうなんか、いいかなと思って、もう自分の中でももう別にそこを切り分ける必要がないかなと思って、今回自分が出るという形で、すべて紹介しました。はい。はい。まあ、プライドは変に高いんで、ちょっと変なことするんですけど、皆さん一緒に頑張りましょう。人生一回なんで、マジで。できるときにやっていきましょう。あの時やっときゃよかったなって、できなくなったときに、後悔するのは一番嫌なんで、俺だけじゃなくて、みんなそうだと思うんで。ではまた、会いましょう。サブスクライブ、良ければしてください。